どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッドやっていきたいと思います。チャプター8ですね。それで、レイフと何があったんだ？付き合いきれなかった。あいつも俺にうんざりしてたさ。俺は兄貴の死のショックから立ち直れなくて、あいつは宝が見つからずイライラ。バックれた頃には殺す気満々だっただろうな。今度は殺すだけじゃ済まないな。だろうな。なあサム、今のあいつは昔なんかよりずっと非常だ。まあそうだね、あの見た感じかなりね。噂を聞いてさ。俺も聞いたよ。だからこそこんなことしても悪いと思わない。噂もだけど、あいつのせいで脱獄失敗したようなもんだからね。なあ、別の道を探そう。スーッと行って、よし。これいけそう。いいね。いい具合にあるね。なんだよこれ。穴掘る設備だな。ショアライン。見ろ。聖堂周辺だけだったろ。バクソ伏せろ。内幕あんた、ぶっ殺せ。そうか、やったぞ。まだいる。早速か、ってことはちょっといいぞ。バレたか。こいつらも大変だな。俺たちを待ってたみたいだ。しかも聖堂以外の場所も探してる。ってことは早く墓場に行かないと。その通り。墓場に急ぐか。おお、まあ、上から回れば全体見ながらは来れたんだね。なんだここは。いくつかの区画に分かれてる。メインは当然墓場の隣だけど。やっぱ場所が大事だよな。昭和ラインの装備だ。でも奴らはいないみたいだな。うまくいけば爆発してるね。これは何かな。ダイナマイトか。やっぱダイナマイト。ああ、気をつけてくれよ。ダイナマイトか。R1 でして三角でキャンセル。おい、ドア開いたぞ。うわ、すげえ音。バレてないかな。他でもドカンドカンやってるし大丈夫だろう。まあ、バレるだろうな。あそこ上がれそうだ。でも届かないかな。んじゃ踏み台でも探す。ええ、踏み台ね。踏み台踏み台。そんな都合よくある？あるね。結構都合よくあったね。おい、これ見てみろ。ほい。いいね、押す。まあ、こんな感じだよね。これ使えば上がれるかも。
あ、運ぼう運ぼう。にしてもバンバンやりすぎよね。しょうがないんだ、隠れろ。うまく振り切ったみたいだな。どこに嫌がる。撃つ準備をしとけ。ナディーンが言ってたやつらだと思うか。違っても関係ない、撃ち殺せ。レイさん、こっちだ。ドアが爆破されてる。仲間がこっちで倒れてる。奴らが来たぞ。おい、ここにいるぞ。触るなって。できた、できた。いやー、しくったね。どこどこ開いた。あとは。ライフ高いね、意外とね、相手さんも。さあ、運ぼっかね。うまくやったな。ああ、誰かが来る前にさっさと行こう。運ぶの手伝ってくれてもいいんだけどね。上から出てきたんだよね。絶対上いるよね、もうすでにね。よし、さあ行こう。こっちは何もないか。それでどうする。こうする。やった。おい、危ない。くそ。反対か。そんじゃサムもやってみる。おい、それ俺がやり方教えたんだぞ。だったらやってみろよ。どうだ、雑だな。ごめん、見てなかった。サム、あそこにはしごがある。よし、待ってろ、行くよ。さあ、これどうやって登るかだよね。よし、押してくれ。さて、引っ張る。そっちか。
降りてってことね。おい、来い。めっちゃ打ちかばっただよね。これに引っ掛けた方が絶対無難だと思うんだけど、まあ、そういうことではないんだろうね。よっしゃ、あった。あれが宿舎。ホップステップジャンプで行くぞ。おい、軽く言うなって。滑り降りる感じか。じゃあ行くぞ。ヒリヒリする。楽しかったな。あー、ジャンプだね、次はね。ほい、結構楽しいな。無慈悲だな。寒くなってきたな。用を足してくる。新入りの教育は任せた。で、どうなった、その反乱は。俺たちが何とか抑えた。でも金が。いいね。依頼者。一晩持たなかった。左をやれ。俺は右だ。言ってたろ、ビジネスで。まあ、とにかく。お前ら修行が足りないな。この調子で行こうぜ。さあ、次。準備は終わったのか。いつでも墓場にお迎えできる。ずいぶん急いでるな。ボスは昨日までに結果を出せと言ってた。見つかったのか。何か見つけたらしいぞ。詳しくは知らないが。見つけた。見つけたみたいで、なんかね。危ない危ない危ない。結構いるね。倒さずに切り抜けるか。バレてないのか。それもそれですっごいあれだけど。どうやって上に登るかだよな。何かいたぞ。オーケー。どうした。オールクリア。おい、見ろ、下だ。マジか。あ、横行った。まあ、ストレス。さあ、正面そのまんまでもよかったけど、そっか、やっぱうるさいよね。
準備は終わったのか。いつでも墓場にお迎えできる。ずいぶん急いでるな。そっからだね、行くならね。見つかったのか。何か見つけたらしいぞ。詳しくは知らないが。今のは気のせいじゃない。何か動いたぞ。気をつけろ。何かあったの？いや。何もないっすよ。くそ。あ、今のは。大丈夫だ。意外と いタイミングでみんな見るね。くそ、危なかった。あっ、じゃあ君ちょっと降りてもらって、で、ここ始末して、で、次はや、何もなかったんだな。聞こえるのか。何もないですよ。誰かがやりやがった。じゃあ、マジでスナイパーだろ。やばいって。いや、そうか、カービンでもダメか。カービン殺傷能力あるからなと思ってたけど。大したダメージにならないんだね。今のはやばかったな。やばかったですね。今の騒ぎで気づかれたはずだ。ほら、急ぐぞ。さあ、急げ急げと。で、おい。そりゃそうなる。さあ、あと一振りかな。あの壁の向こうだ。正面から行けんよね。じゃあ行くぞ。
この野郎どこへ行け。落ち着けって。あいつのせいで自分の腕を吹き飛ばすところだったんだぞ。くそ、逃げられた。一人相手に俺たち全員だなんて、ナディーンがぶち切れちまうだろ。命令に従っただけだ。そうだが、俺たちどうなると思う。バラバラにされる。ああそうだ、深呼吸でもして痛みは我慢しろ。ムカつく野郎だぜ、この俺に指図しやがって。あそこに何かいる。何もないか見てこい。ああ分かった。いたんだね。おい、何かあったか。大丈夫、問題ない。マジで。かわいそうに。よし、ほら行くぞ。行こう行こう。で、上ではないよね。見てみろよ。すげえ。そうね、すごいけど。あーなるほど、そういう滑りを生かすわけね。サム、こっちだ。いいね。ほい。で、ここに乗ると、ただし向こうここに行くには、滑ってで OK か。よしよし、似たようなギミックだね。またね。うお、やべやべやべ、あーまじかよ。できるな。どんな言い聞かせや。バンジージャンプよかマシだな。やったことあんの、バンジージャンプ。いや、でも絶対マシだって。で、ずっとこんなことしてたのか。遺跡よじ登ったり。なあ、ついでに撃たれたり、爆弾にパンチにキックに。分かった分かった、もういい。ナイフに薬剤。え、ちょっと待った、今のは危なかった。まあいいか。当たり判定が発生しなかったね。これこれこれ、危ない。シビアなのか微妙なのか、なかなか難しいところやね。ほい。よし、で登って。これだね。いや、まだだな。登って向こう側へ行かないと。もう滑るのはなしだぞ、ケツが砂利まみれだ。いや、まだ滑る感じがするな。ほい。ドンパチやってますな。あー、なるほど。
か。よし。おい、手を貸せ。さあ、あげて。よし、いいぞ、行け。よし、来い。やったな。さあ。そうだな。中に入れた感じかな。すげえな。おい、見ろよ。聖ディスマス宿舎へようこそ。あのヘンリー・エイブリー最後の地と言われています。墓探すか。十字架の巻物と同じ。年号が違う。年号違いか。消えた。大量にあるけどな。1659。1659、1699ね。いいか。カトラスとドクロと骨。1659年から1699年。全部あるのを見つけてからが本番だ。そんじゃ、墓荒らし開始だ。だな。おお、この剣だ。どれこれ？年号は見えないんだよね。これじゃないね。違う。年号が違う。これではないね。いこれは年号も剣も違うみたいだ。どれどれ、剣は合ってる。年号もだ。サム、来いよ。あったのか。見ろ、ベンジャミン・ブリッジマンだ。エイブリの別名だな。でもこのドクロなんか変だぞ。しっくりこないんだよな。そりゃそうだ。エイブリの印じゃないだろう、それ。うん、確かにドクロは本当なら横向き。仕掛けだね。力やばい。準備いいか。とうの昔から準備できてるよ。何があるかな。いやー、ほんと仕掛けすごいよね。ここ、安置所。安置所？秘密の扉の向こうが？多分、扉は後からつけられたんだろう。お宝のため？ま、だといいな。ほう。お、久しぶりのお宝。おいおい、勢ぞろいだな。そうか、謎解きか。おい、これ扉？扉だよな。でもどうやって開けるんだ？あの星の印は何だ？キリスト。左にディスマス。悔い改めた泥棒。右がゲスタス。バカな泥棒。よっぽどディスマスが好きだったんだな。エイブリーはいい盗賊のつもりだったんだろう。イギリス人から略奪しなかったからな。それでいいって言われちゃうわけ。当時はな。でだ。ああ、ランプかな。タバコ臭い人、ライター貸してくれ。今の傷ついたな。傷ついてるのはサムの灰。ご指摘どうも。おい、すごいな。あーで、光を当てると。はーよ、光が見える。
ようできてるなあ。ああ、光を動かせる。すんげえ楽しい。やっぱこうか。一番右か。そしたら、姉さん、おお、やっとハマった。超微妙やったけどね。それじゃやってみるか。やけんま。外れたな。いい眺めだな。宝はないけど。待てよ、あの十字架見えるか。ああ見えるな。あ、真下にあるのは洞窟か。ああ、エイブリーが次の場所を教えてるのか。ああ、一つ問題がある。そっちに行くと聖堂に戻ることになるぞ。んで、レイフのとこへ。くそ。まあ、待たせっぱなしだし。じゃ、戻って聖堂に行きますか。どっかにこう裏道あるよ、とかそっからみたいなところだったんだろうね。さあ、上。出てたらどうせいるんでしょ。上の門を開けたんだ。まあどうせ俺たちもそこ行くし。じゃあついてこいよ。警察部隊からの連絡は何も。奴ら来る。あと危険がダメになる。使えねえ。しばらく連絡がなければ誰が見に行く。はあ、ヘリを長押ししてたら掴む掴まないってあったんだ。はあ、そりゃあええ。あっ、危なっ、びっくりした。だよ。いやー、どうだろう。あ、来たね。とりあえずこいつを一回落として、はい、お疲れさん。おー、マジか。いや、まあまあそうだよね。あそこも来るのか。なるほど。
で、あ、いい。あっち2枚。都会の窓から放り出す。これで生きてる。嘘だろ。よっぽど運がいいんだ。オークションには警備兵も。ショアラインじゃないだろ。俺たちじゃないだろ。とにかく、奴らを甘く見ない方がいいぞ。調子に乗らないよう教えてやらないとな。上はいけないもんなあーと思ったらいけるね。いや、こっち無理か。おい、何かあるん？オーケー。何も見てない。何も見てない。意外と結構いるな。あー、上いるか。おい、おい、ここだ。慣れたぞ。疲れちゃったね。まさかね、ちょっと違うところで。いいかな。もう大丈夫だ。今のはいまいちだったな。おい、生きてるだけマジだろ。とにかく、いやー、途中まで良かったんだけどな。まさかステルス攻撃すると思わなかった。丸ボタンで下に来るタイミングが敵良すぎやわ。はい、先行き。大丈夫か。ああ、お宝は簡単に見つからねえけど、そういうもんだろ。俺の経験だとね。ほら、それに、目覚めやつもすごかった。ああ、すごかった。
あの仕掛けは綺麗だったね。うわ、すごい眺めだな。おい、どんな感じだ？ああ、サリー、いい線行ってるんだけど、宝は思ったより聖堂に近いところにあるっぽい。マジか。で、どうすりゃいい？ああ、エンジンをかけといてくれ。すぐに戻るよ。あいよ。そんじゃな。ああ。よし、じゃあ次。あれがさっき見えてたやつか。で、ここも登って聞こえた。飛んでたね。お前は特に暇なことに感謝した方がいいぞ。ポートモレスビーの件みたいなのはごめんだ。あの時いなかったくせによく言うな。最近じゃ虐殺騒動で注目は集めるんだよ。でもあれはやりすぎだろ。ライバル会社にでかい顔されてもいいのか。あのな、いや、いい。おい、言ってみろよ。いいから忘れろ。ああ、そうかい。そう、そしてそのままね。あの世に行ってもらって。さて、降りていったやつはどこ行った？なんだ。はい、ほう、ジャンプモーションね。まあ、結果オーライだね。何があるかな。お宝だけの、ナイフか。まあそうだね、ナイフだけの貴重品だよね。おい、どうだい、バンジージャンプは。こいつらどこにでも嫌がるな。ほんとだよ。しかも聖堂に近づくたびに数が増えてくる。レイさん、こっちにはしごがある。わかった、行くよ。さ、よし、ほら、共同やね。開けてやる。よし。くそ、届きそうにないな。ちょっと待ってろ。待ってる。あの木の骨組みのところを見てくる。おい、いいもん見つけた。そら、行くぞ。ったく、なんて重さだ。さっきから何やってんの。お前の。ダメだよ。これなら乗っても大丈夫。あ、サンキュー。ホントロープアクション増えたね。うい、じゃあ行こっか。修道士が作ったのか。まさか滑車みたいだな。宝を運ぶためか。運ぶためね。見落としてたな。まあ、二人で見つける運命だったのさ。ロマンチック。で、でもね、これ以上はさすがにいけないから、どういうことだ。
次は？マジで普通にこっち行くわけ？あ、マジか。マジでこっち行く感じかな。これで落ちて死ぬとか嫌だよ。マジか。登れるぞ。猿じゃねえか。マジすげえな。やっぱこれってすっごくやばいんじゃ。おお。うい。相変わらずのガーバ判定。これってすっごくやばいじゃん。で、この辺りかな。いやー、毎度毎度判定に泣かされる。こりゃすげえや。おい、あんまりはしゃぐなよ。これからだぞ。ほら行けよ。いやー大変やね。ローフ持ってくれよ。え？また同じ感じか。うい。おお、爆発した。めっちゃ爆発したね。頼むからうまくいってくれよ。痛い痛い痛い。こっち。爆発したのかなと思ったら、あれが落ちてたんだね、さっきのはね。ここだ。はいはい。物を壊す才能があるよな。特に崖とか。ああ、そうですよ。大丈夫か。ああ、さっきも言ったけど。分かったって。よし、待てよ。俺がちょっと見て、あくそ。サム。十分サムも壊す才能あるね。そりゃもう絶対いけるかな。そうかも。そっちに行けそうにない。これで、あ、いいね。行けそうにないって言ってからの行けるスピードよね。穴間に長く居すぎて弱っちまったから。待て、手伝ってやる。おい、よし、いいぞ。俺がいてよかったな。ここが家ならココア飲みたい。子供かよ。自分だってココアあったら飲みたいだろ。そりゃまあやっぱり、ね、こっちではないか。さて、もうちょいかな、聖堂までは。行くぞ。さらにか。爆発するぞ。マジかよ。レイフはすぐそこだな。だな。ダイナマイトね。
お前らみたいに皮が厚くないんでね。まだいるね。ここにいるぞ。狙え。もう観念するんだな。え、マジで。おい、発見したぞ。さて、バレてしまったな。あ、嫌な予感がする。爆発したね。で、これ登ってしまって。やばい、おい、上見ろ。ねえ。はい、終わり。よし、いいぞ。まあ、そう考えると、最後だといいけど。格闘は強いね。これで。こっちかな。気をつけろ。爆発で脆くなってるかも。ダイナマイトで穴掘るなんて、バカか。傭兵はレイフのこと。買いかぶってんだ。なあサム、手伝ってくれ。もしトンネルが崩れちまったらどうするんだ。そん時はそん時。いいぞ。どっちみちね、間に合わないとやられる運命だからね。行け。ほらな、大丈夫だ。たまにはな。おう、また落ちる感じか。さて、さらに、あれ頑丈そうに見える？大丈夫だろう。見えなくてもだね。おい、これかなり気をつけろよ。それ俺に言ってる。あ、くそ。気をつけるんじゃなかったっけ。どうも。やばい。気をつけた結果はこれっていうね。まだ上か。おい、嵐が来てっけど、そっちはどうだ。今、洞窟に向かってる。洞窟？ああ、ちょっと通信が切れるけど、心配すんな。あいよ、お迎えの準備でもしとくぜ。わかった、またな。やったな、遠回りだけど。しょうがないの奴ら、洞窟の隣だよ。でも中には入ってないみたいだ。さあ、この奥かな。こっちだ。こっちは嵐というより雪だね。不気味なディスマスの像。よし、石の階段、よし。これどう見ても海賊の洞窟だよな。
お？ねえ、見ろよ。いや、両腕突っ込むな。取ってみたいのがあるな。じゃあ、ちょっと引っ張ってみろ。え？罠取ったろ？もう手は入れてんだし、今さら何言ってんだ。ああ、腕がなくなったら。フックをつけてやるよ。ほら、引けよ。フックね。よし、引くぞ。そうだね、海賊だけに。どうも。これはこれは興味深い装飾だな。資格ある者には楽園が待っている。資格なき者には残酷な運命か。エイブリーは詩人よりも海賊に向いてるな。これエイブリーじゃない。なんだ、見ろ。ロードアイランドの海賊トーマス・テュー。そんなはずないだろう。これはテューの印だけど、奴はエイブリーと艦隊を襲って死んだ。ああ、資料ではそうなってたっけな。もしこれがテューの印なら、エイブリーの財宝とのつながりは何だ。やばいね。さあ、チャプター9、資格あるものということで、今回ここまでにしたいと思います。ちょうどいいんでね。エイブリーかテューの脅しなんじゃないか。なるほどね。そういうのには慣れっこなんだよな。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまただ。